はい、こんにちは、アッカープラスです。今回ですね、こちらのナイチンゲールのねパーツ切っていきたいと思います。使うのはこちらのニッパーですね。このでかいパーツからいきますか。はい、まずですね、こちらすごいね、ゲートが太い。あんまり近くから切らないで、この辺から切ります。ゲート太いな、処理大変そう。結構ねゲートが太くてね、こんなになくてもいいのに。はい、こんな感じで切ります。こちらもね、ちょっとねゲートがね、ここの段差のところね、かぶってる、厄介ですね。ここは外れてました、もうね、すでに。ここもね、こんな感じでね外れてます。ここね、とりあえずここを切って、ここを切ります。はい、で白くなったら別に塗っちゃうのでね、あとはね安い負けしますんで、こんな感じ。はい、赤いパーツね切り終わりましたけど、こっちとかねすごいでかいのでね、ここに入らないので、違う箱に入れてます。これなんかもねすごいでかいんですよね。それでも巨大です。ということでね、赤いパーツ終わりました。グレーのパーツ切っていきます。いっぱいある。1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚ですね。7枚プラス巨大です。じゃあね、切っていきます。はい、グレーのパーツね切り終わりました。こうね、パーツ自体がすごいでかいんだよね。すごい大きい。数はねそれほどないんですけど、でかい。何せこんな感じでね切り落としました。プロペラントタンクとね、その他ですね、こちら3枚切っていきたいと思います。はい、こちらの白いパーツもでかいです。手がこうだからね、でかいでしょう。こちらね切っていきます。まず、はい、この辺からゲートがね、やっぱこいつらもね太いんだよな。太すぎ、ゲート太すぎです。必殺爪切り。この爪切りはねいいんですよ。これこんな感じでダイソー爪切りです。これ最高。この爪切りね、まっすぐなんですよ。カーブになってないので、すごい重宝します。はい、こんな感じで、まあね、ちょっと残りますから、こちらね後からゲート処理。あとね、結構バリもねひどいので、こちらもね処理してます。どんどん切ってきます。はい、白いねパーツ切り終わりました。はい、これでね全て終わりました。こちらね、白いの入ってますけど、こちらはねシルバーに抜いたいと思います。パーツ自体はねそれほど多くはないんですが、何せでかい。